あ、そうですね、すごいですよね、ヒットもここまでまだ3本、はい、フォアボールが3つあります。はい、はい、球数がちょっとやっぱ三振が多いとやっぱ当然そうなりますけどね、はい、日本記録を出しているペースですよね。ショートゴロ、この回先頭の牧原は初球を打ってショートゴロに倒れました。ここまで7試合連続安打、5試合連続打点中という牧原ですが、今日はまだヒットがありません。さあご覧のようにヒットヒットというグラシアル。アベレージの3割5分を超えています。初球を打ち上げましたファウルです。久保さん、はい、このグラシアル選手に対してですね、あの住谷捕手印象を聞いてみたんですけれども、うん、あの去年の WBC キューバ代表でグラシアル選手出ていて、はいはい、まあ、菅野投手からホームランも打ってますけれども、はい、その時はそんなに印象があのなかったそうなんですね。あの嫌なバッターじゃなかったはずなのにということでちょっと頭を抱えていますけれども、ただなんか穴はありそうな気がするんですけどね。ちょっとまだちょっとあの実際対戦もそんなにないので、まだちょっとわからないというのが実情ですねと話をしていましたね。その穴なんですが、まあ、ここまでの活躍を見るとちょっとなさそうなんですよね実はね。まあその対戦が少ないんで、それで全てを、ね、あの見てしまうには難しい、はい、まあ、彼自身もその手探りという初めて対戦するピッチャーが多いですから、その中では、はい、まあ、で自分がそこにどうやってアジャストしていくかということを考えていきますので、ね、まだ見せてないところもあると思います、はい、ここのスイングアウトの三振に倒れました。ただその今までほとんど見たことのないピッチャーに対する打席の中のこのグラシアルがアジャストする力というのは非常に高いものがありますよね。あの大きく強く振ろうというだけではなく、はい、うまくコンパクトに振ってみたり、はい、やっぱりいろんなことができる選手だと思いますね。さあ牧原グラシアルと倒れて前の打席ホームランの柳田、が折れた、折れましたね、高々と上がって今落ちてきました。フラッグ戦を行います。菊池雄星は4回に続いて